幕末 MC バトル準々決勝 A ブロック第2試合、先攻吉田松陰、後攻沖田総司。レディーファイト。吉田松陰が乗せた応援で沖田総司を抜けた大刺激的な勝利。眉間にガードがカッコつけてたが銃使ってねえだろ、八方うねえじゃん。池田屋事件も解決して離脱、同じ塾と腕も初戦にて非なる。飛ば伏見も不参戦で刀すら振ってね、21回も牛が雑魚銃殺け。眉間にガン、それは比喩表現だろ。俺の言葉は急所に当たるってこと、教育者のにわからん一般市民。こいつ身長実力のほぼ実際チビ。ああ真鍋を暗殺するから武器貸して、拒否の腕で密航やってみよって言うのはいいが、論より証拠、寝言いいからとっとと来いよ。悪いが160は平均身長、頭悪いくせに比喩とか精神異常。あと論より証拠も使い方違う、冗談も根こそぎ洗い出す。お前は辛いモテから暗殺の的、療養生活無様な単なるドアホ。沖田も結局は教科書の恥、チャンピオンベルトもらうわじゃこのわし。いや教科書に乗るだけマシやから、教科書から消える話とかガチだから。吉田 AKA 夢だけでけ、沖田更新超上から目線。あと論より証拠の意味合ってるでしょう、何を言ったって失敗で終わってるやん。吉田のツッコミってその程度、こいつが王者波動化してるぜ。